皆さんこんにちは、ニーシーです。今日はね、結構驚きのニュースがありましたね。ホビーランドポチですね。ポチフェス第239回ホビーランドポチ鉄道模型フェスティバル in 梅田は、諸般の事情により開催中止を決定いたしましたということでね。2023年の12月23と24でね、大阪梅田でポチフェスやる予定だったんですけどね、まさかの中止っていう。まあ、ツイッターでね、まあ、X か。X の噂によると、まあ、物流、ジャンク品とかね、商品頼んでる配送業者が拒否ったんじゃないかとかね、まあ、そういうことが言われてましたけどね。まあ、23、24ってクリスマス商戦でね、物流で働いてる方々みんな忙しいですからね、まあ、そこでちょっとうまく運搬がいかなかったんじゃないかなっていうところはありますけどね。まあ、そういえばね、物流2024年問題っていうのがね、確かにニュースでやってましたけどね、ドライバーのね、運転手不足が問題で、ちょっと、まあ、今もね、再配達、今、まあ、ゆうパックさんとかね、黒猫大和さんとか、佐川急便さんとかね、西濃さんとか、福山さんとか、いろいろな配送業者ありますけどね、再配達、今、無料じゃないですか。でも、再配達もお金取るんじゃないか、みたいなね、そういう動きもありますしね、物流2024年問題っていうのが、近々ね、結構、利用者にとってはね、結構大きなニュースになるんじゃないかなと思いました。ってなるとね、まあ、物流がうまくいかないってなると、今度、ポチフェスの回数は減ってくる可能性ありますよね。で、まあ、来年の1月にね、横浜でポチフェスやりますけどね、まあ、それはやるとは思うんですけどね、まあ、だんだんポチフェスも回数がね、減ってくるんじゃないかなっていうところも考えられますけどね。まあ、関西のポチフェスは僕行かない、行ったことないしね、行くだけちょっと、そこまで遠出してまでっていうところはないんですけど、まあ今日のね、ホビーランドポチの X、まあ旧ツイッターですけど、ちょっとおかしかったんですよね。なんか、ポストが全部表示されてなかったんですよ、最初。なんでかなと思って。そして見たら、イベント開催中止のお知らせって出てたんですよね。最初ここにデカデカと開催中止って書いてたんですけど、今、なんもないですね。ということでね。まあでも、イベント中止してもらって営業時間ね、店舗は普通に通常営業するみたいですね。あ、梅田と日本橋12号店が臨時休業なんだ、20。23、24、25も普通にやるという。遠征予定をされていたお客様におかれましたって、やっぱ遠出する人もいるんだね。あ、確かこの前、新宿のポチフェス行った時も、キャリーケースで来てた人いたもんな。ああ、そうだね。まあ、遠出する人もいるんだね。新宿、11月のポチフェス行った時、新宿のポチフェス行った時、なんか、キャリーバッグか。引きずって歩くやつ。あれ持って来てたもんね。遠出、遠征予定をされていたお客様。結構ね、急だからね、キャンセル聞かない。聞いたとしても、ほとんど帰ってこないからね。まあ、そういうニュースでした。はい。いいねは、いいねしてますんでね。はい。ということで、以上、ニッシーでした。